最後になるとだいぶ疲れてまいりまして、会長も大変だろうと思いますが、もうしばらくお付き合いいただきたいと思います。視聴者の皆さんももう付き合っていただいてないかもしれませんが、昨年ですね、私が会長にご質問したのは、BBC の話をさせていただきました。そしてあの時は私はフォークランド紛争の時のサッチャー政権と当時の BBC の関係をお話をさせていただいて、公共放送の在り方を問わせていただきました。その時ですね、会長はあくまでも公平公正、自主自立を貫き、何人からの圧力や働きかけにも左右されることなく、視聴者の判断の拠り所となる情報を多角的に伝えていくということが役割だと認識いたしておりまして、その認識をもとに今後の執行の任に当たっていきたいという、こういうふうにお答えいただいておりますが、この1年間、その思いはどこまで遂げられたでしょうか。上田会長。お答えいたします。今、江崎委員からご指摘ありましたとおり、私は昨年の参議院総務委員会で、ニュースや番組が外からの圧力や働きかけによって左右されてはならず、報道機関として公平公正、不偏不党、自主自立を堅持すると答弁させていただきました。この認識は現在も変わっておりません。NHK は放送法にのっとり、事実に基づいて公平公正、不偏不党、何人からも規律されることなく、自らを律して放送に当たっており、今後も変わりはないというふうに考えております。江崎隆君。その気持ちを持ち続けていただきたいと思いますけれども、その上で、先ほど午前中、森本委員の方からですね、質問があったときに、政府からの独立という言葉をお使いになりました。私は少々これに対しては、疑義があります。政府からの独立はもともと政府から独立しているわけでありますから、あえて政府からの独立というのを、考え方の一つに言うことはありえないし。もっと言えば、前会長もご存じの通り、政府が右というものを左というわけにはいかないという、こういう物議を醸されました。これも私は前会長の認識が間違っていたのかなと思うんですが、政府が右というものを左と言ってしまったら、これは間違った報道になります。政府が右というものは、右とちゃんと伝えるということが、これ、公平公正な報道です。しかし、それに対して対立する意見があることもちゃんと伝えていく。そういうことが不偏不党、公平公正だというふうに私は認識をしているわけでありまして、そこで今回もですね、決して BBC だけが僕はいいとは思いません。日本の NHK が優れている面も相当あります。ただこの報道という、ジャーナリズムということに関してですね、やはり、見習うべき点は相当あるんじゃないかな。そこでですね、イラク戦争時のグレッグ・ダイクという当時の会長、私が質問したときに、会長は BBC のその流れも含めて勉強しますとおっしゃったので、ひょっとしたらもう知見があるかもしれませんけれども、グレッグ・ダイクという、これ、結局辞めさせられるんですね、自分で辞任されます。それ、なんで辞任されたかというと、イラク紛争時、戦争時ですね、そのようにブレア政権は、45分以内にですね、大量破壊兵器を使用可能なんだということを言って、イラク戦争に加担をしていきます。その時に BBC の記者が、それは嘘だと、45分というのは嘘だと、こういう報道をするんですね。で、これに対して BBC、ブレア政権は相当な批判、キャンペーンを広げるわけですよ。そして結果的にですね、BBC はこれは記者を守りとします。しかし、この BBC の記者に提供したデビッド・ケリーという博士が自殺をするんですね。政治に絡まってこんな状況がやっぱりイギリスでも起きてるわけですね。そしてそれの自殺の原因を突き止めるという検査委員会を政府は立ち上げて、その委員会は BBC を非難する結論を出すわけです。当時の BBC の経営委員会は、NHK の経営委員会と同じようですけれども、経営委員会はそのことを察してですね、辞任をさせる方向で動きをします。それを知ってグレッグ・ダイクっていうのは自ら辞任をするわけです。ここからなんです。ここからがこの話の大きなところなんですけども、それを知った BBC の職員が立ち上がるんです。グレッグ・ダイク間違ってない。で、
あっという間に募金を募って職員からデイリーテレグラムというその新聞に一面報道するんですね。それぐらいに大工というのを擁護するわけです。これは BBC と BBC を会長であるグレッグ・ダイクとブレア政権のその権力との戦いを見てるわけですね。そのデイリーテレグラムに出た職員が書いたコメントの一部なんですけども、グレッグ・ダイクは恐れることなく真実を追い求める BBC のジャーナリズムに勇気と権力からの独立と強靭さを与え、それを守った。 BBC が決意を後退させることなく、これからも引き続いて真実を追求していくことを固く我々は誓う。でその後このグレッグ・ダイクコメント出してます。これは民主主義社会ではメディアと政府は決定的に違う役割を担っており、放送メディアが中心に持つ役割の一つが時の政府に対して疑問を投げかけ、彼らがかけてくるいかなる圧力に対しても抵抗して立ち上がるというものであるということなんです。ですから先ほど会長が言われた政府からの独立では物足りない、政府の権力からの独立なんです。このことをぜひ僕はお考えいただきたいと思いますけれども、今の僕がルール長くなってすみません、説明したことに対して何かお考えがあったらお聞きします。上田会長。お答えいたします。貴重な逸話ありがとうございました。NHK は公共放送として公平公正自主自立を貫き、何人からの圧力や働きかけにも左右されることなく、視聴者の判断の拠り所となる情報多角的に伝えていくことが役割だという認識は変わっておりません。 NHK の放送ガイドラインでも放送の自主自立の権利が信頼される公共放送の生命線であることや、放送の基本的な姿勢として正確、公平、公正などを掲げております。 NHK といたしましてはこうした考え方を堅持し、これまで通りニュースや番組の内容に責任を持って放送を実施してまいりたいと考えております。江崎隆君。はい、権力からの独立というのを貫いていただき、これ大変難しいと思います。それでですね、ちょっと通告してないんですけども、ご質問させていただきますが、前会長時代ですね、上田会長は例のタクシー問題をベースとしたですね、調査委員会というか監査委員長だったので、調査委員会の委員長をされて、ここにこの場で報告されました。でどうですか、あのようなタクシーの使用の仕方、内部からいろんな情報が出るような使用の仕方されてませんか。会長、今現在。上田会長。お答えいたします。私といたしましては、タクシー の車の利用もそうですし、夜の宴会等の費用もそうですし、しっかりと私の方で規律を持って対応しているというふうに自負しております。江崎隆君。ありがとうございます。実はですね、今言った通りですが、あの情報も週刊誌を中心として動き出しました。でこれもちょっと出力してないんでね、委員会の午前中の委員会から続きなんですけども、午前中杉尾委員と山下委員の方から、国際報道の問題点について質問というか、情報がお二人の議員に寄せられた、そのことを質問されたことはご記憶にあると思いますね、午前中ですから。その際にオレンジブックというものがあるということを言われたと思います。でこれは2014年にこれイギリスのザ・タイムズという記事に載ってるわけですね。これは決していいものではありません。NHK の内部文書オレンジブックにより、 NHK が国際放送の担当者に南京大虐殺や慰安婦問題について、この表現ではダメ、この表現をするようにといった細かい通達をしていることを明らかにしたものだと外国の新聞に報道されちゃったんですね。写しはここにあるんですけれども、課長、こういうものが内側から出された、そして外国のメディアに報道された、国内ではあんまり報道されてません、こういうことがあるわけで、このオレンジブックというものをですね、会長ご存知でしたか。上田会長。お答えいたします。オレンジブックというのの存在は私は知っておりました。その内容に関しましては、専務理事の
どういうふうに対応すべきかということに関しましては、坂本の方から回答させていただきます。坂本専務理事。ご指摘の件でありますけれども、他の報道機関でもあるものと同じように、用語の統一を図ると、そのための、従来から作成してきていると、そういうものでございます。現場の取材制作のところで、こういうものを作成しているということであります。江崎隆君。実はですね、昼休みに直接電話しました。ただ、存在するということです。それで私は、今一般的なそういう報道の統一的な用語であればこういう問題になってないわけでありますから、委員長、総務委員会にですね、このオレンジブックという資料を提出をしていただくことを求めます。五国理事会で協議いたします。江崎隆君、ぜひ、よろしくご協力をお願いをしたい。先ほど会長が冒頭おっしゃったこと、公平公正ということ、そして先ほど、僕が BBC の話をして権力からの独立という話をしたことに対して、自らそういう方向性で、頑張るという決意を言っていただきました。であるならば、やはりこういう誤解は解かなければなりません。そして、何よりもまずは、上田会長率先をして不偏不党、公平公正、そして権力からの独立という考え方をNHK の組織の中にこれを広げていっていただければなりません。改めて決意をお願いをします。上田会長。たびたび申し上げてますように、 NHK 公共放送、公共メディアとしてのしっかりした役割を、それを総理する会長としてですね、しっかり果たしてまいりたいというふうに考えております。江崎隆君。はい、それでは後日オレンジブックが出てきた段階でまた議論をさせていただきたいというふうに思います。ちょっと順番を変えましてですね、公共メディアの進化を目指すという今回の、この NHK の経営計画2018-2020ですけれども、その中でですね、公共メディアというのはいろいろ、どういう方向性かというのはまた時間があったら後でお聞きしますけれども、この新たな分野への取り組みということになると、当然これは業務の量だけではなくてですね、業務の質の向上も要求されると思うんですよ。そんな中で、その働き方改革っていうのをどうやって実現をしていこうと思われるのか、具体的な考え方を教えていただきたいと思います。上田会長。お答えいたします。経営計画の実現、公共メディアの進化のためには、NHK グループの業務に携わるすべての人の健康を最優先に考え、その上で創造性を発揮できる環境を確保しなければならないと考えております。そのために、働き方改革に加えて、地域改革、グループ経営改革の3つの改革に取り組んでいくことを掲げております。それぞれの改革を着実に遂行するための体制の整備を進め、これまでの慣行を打破し、公共的価値実現の観点から業務全般の不断の見直しに取り組んでまいりたいと考えております。 NHK グループ働き方改革宣言で掲げておりますのは、単なる労働時間の削減ではなく、業務の改革やスクラップを進め、効率的な働き方を追求することで、職員一人一人の生産性や創造性が一層高まり、結果として視聴者サービスの維持向上にもつながるものというふうに考えております。江崎隆君。それは分かります。でそれは、ある面では、言葉がちょっと適切かどうか分かりませんが、極めてスローガン的な話でございます。もっと言えば、よくこの働き方改革の中に、長時間労働に頼らない組織風土を作るというふうに言われてます。そうするとですね、これまで長時間労働に頼っていた組織風土だったということになります。その大きな、犠牲と言ったら本当に申し訳ないんですけども、佐藤さんのああいう佐藤さんのことが起きたわけでございますから、その長時間労働に頼る組織風土っていうのは一体どういう風土だったんですか。これ続きしてますよね。根本理事。お答えいたします。ニュースを取材する報道現場や番組の制作現場では、公共放送の使命の達成という目的のもとで、
長時間労働を前提とした働き方になりがちであったというふうに考えております。この NHK グループ働き方改革宣言で掲げたのは、そうした組織風土を改め、健康最優先に働き方を変えていくことだというふうに思っております。江崎隆君。やっぱりこれ非常に表面的な話だと思うんですね。僕はやっぱり最大の原因は現場の勤務時間の実態を上司が把握をしていなかった、これに尽きる。やはりその、事業外みなし労働でしたか、そういうのを使っていたことによって、管理監督する立場である上司がどんな働き方をしていたかということを把握をしていなかった。把握をしていたらば、まあ、いろんなアドバイスもできたはずです。往々にして大体過労死の場合っていうのは、そういうことが原因となっているのが僕は多いと考えています。その意味でこの働き方改革というのは、やっぱり現場の実態を、その上司、その上司の実態を、そのまた上の上司の皆さんがきちっと把握をして、その時その時に適時対応を取るということに尽きると思いますが、どうでしょうか。上田会長。私も、まあ、現場、現物、現実というのをよく申し上げますけれども、NHK の場合は非常に多様性のある業務を担当いたしておりまして、働き方改革に関しましても一般的ないろんなルール、これも当然必要な部分は全局的に導入いたしますが、個々の例えば報道部門、記者を中心とする、それから制作部門、ドラマなんかの制作、営業部門、技術部門とありまして、それぞれの現場を踏まえてですね、現場の意向も調しながら、しっかりとした現実具体的な施策を作ってですね、それにしっかりと対応し実行に移していくということで、役員も含めてそれぞれの担務のところでしっかり自分の領域を、そういう観点からですね、見て働き方改革の具体的な施策を、立てた上で実行に移すように、これを徹底するべく今もたびたび会議を行いながらですね、それに取り組んでまっております。江崎隆君。ぜひですね、そこが抜けると、もうスローガンだけが現場に降りてくれば、これはこれでまた大変だというか、そのスローガンを実行するためにまた変なところにしわ寄せが行ったりこれするわけでありますから、特に3つの進化と、3つの主体的改革とおっしゃってますね。これ2つがしっかり かみ合わなきゃいけないわけです。3つの主体的改革、働き方改革、これがトップになければ僕はならないと思います。ぜひですね、お願いをしたいと思いますし、そして最後の最後はですね、やっぱり人員増なんです。最後の最後はもしそれでできなかったら、やっぱりスクラップしたり業務改革したり、今の働き方改革でどうしてもやっぱり解決できないということは、これはどうやったってもう人を増やすしかない。先ほどの太田先生の方からだったように、あれだけ減らしているもの、まあ、総務省から要員の云々とかっていう、いらない指示も出てるというふうに大地先生が言われましたけれども、やっぱそこはですね、やっぱ自信を持って会長としては人が必要だったら増やしていくという決意も必要だと思いますが、どうでしょうか。上田会長。要員に関しましては、今委員の方からご指摘ありましたように、まあ、スクラップ等も勘案した上で、まずは現有要員の中でできるところから対応していきたいと思いますが、いずれにいたしましても、まあ、受信料で運営されてます NHK としては、効率的な業務体制が求められておりますので、まずは既存業務の見直しにより、効率的な業務運営を進めていくことで、安定的にかつ持続可能な業務要員体制を構築してまいることが基本であるというふうに考えております。まあ、30年度においても既存業務を見直すことで、重点業務への対応に必要な要員を確保しております。その上で、各職場でも適切な業務管理をしっかりと行い、まあ、長時間労働に頼らない業務体制を構築してまいります。まあ、今後も経営資源の最適配分を行い、その時々の状況を踏まえ、各年度の収支予算、事業計画において、要員規模を検討してまいりたいと考えております。江崎隆君。ちょっと時間が
ましたので、どの質問しようかなと思ったんですけども、公共メディアについてですね、じゃあ質問することにします。放送法の改正がこれは当然必要に今なってまいります。そうするとですね、これ東京新聞の3月の15日に出された問題ですけれども、安倍政権の放送制度の改革方針案のポイントが、いの一番が放送法4条の改正になっています。で、私が危惧するのは、公共メディアへの進化のために放送法の改正が必要となる、それは2020年の東京オリンピックを目指すのであれば、その前に当然やらなきゃいけないとなると、総務省も本来は批判を、いわ反対をされている放送法の4条、これ官邸が、サイドが放送法の4条を中心にして放送法改正という流れを作ってくるとすれば、そこに公共メディアの進化という NHK の方針のある放送法の改正、これは4条とは関係ありませんので、非常に政治的に混乱をする、あるいはこっちはやんなきゃいけないんだけどこっちは反対だという状況が目に見えてくるわけですね。放送法の4条を本当に改正しようとする状況であれば、これ会長なのでしょうか、僕通達、質問、通告してませんけども、どちらでも結構、大臣でも結構ですけども、その微妙な政治的なこの流れをですね、どのようにこう公共メディアの進化というのを広げていこうとすれば、そこの微妙な問題点をですね、整理しなければなりません。そういう覚悟がおありになって公共メディアの進化というのをやっぱりおっしゃっているのでしょうか。必ずその問題が僕は出てくるんじゃないかな。放送法の4条が仮に一緒に改正されたとすれば、 NHK の公共放送の意義である放送法の4条の部分を NHK の15条以下のところにもう一回書き込まなきゃいけないという、多分こういう作業が出てくる可能性があります。そういう全体像を考えた上での公共メディアの進化ということをおっしゃっていらっしゃると思うんですが、その思いを少しお聞かせいただければと思います。答弁はどなたに求めますか。会長か大臣か。上田会長。それはまず私の方から先に回答させていただきますが、私どもの方では、あくまでも2019年、それは2020年の東京オリンピック・パラリンピックを目指して、その時点では、いわゆる常時同時配信、これをやりたいという、こういう意向を持ってまして、それをいろんな形でご説明するとともにお願いしているわけです。で、放送の改正でどういう形でその放送を改正するかということに関しては、私どもがコメントする立場にはありません。ただ4条に関しては一般論として言えばという形で何度も私の方で申し上げてますが、 NHK の放送ガイドラインでも放送の自主自律を堅持すること、正確公平公正などを掲げておりまして、当然 NHK としてはですね、こういったことも踏まえてやっていかなくちゃいけないという認識を持っております。終わります。